どうでした？いや、美味しかったっす。めちゃくちゃ久しぶりにうなぎ食べた。人生食べたうなぎで何番目に美味しい？まあ、そうですね。まあ、この先も、まあ、ちょっとね、この先の成長を祈って3名水百選のカニ池へ向かいます。いやね、なんか言うふうないんかな。まあ、うなぎ出たらちょっともう普通の町ですね。そうやな、はい、この辺住みたい、住みたい町ランキングどう？165くらいかな。1位どこなの？1位、まあ住みたい町っていうか、うん、広島とか僕結構行ってみたくて、住んでみたいですね、うん、普通になんか、うん、めちゃくちゃ田舎でもなくけど。ああそうやな、そう、広島の出張で行ったことあるけど、いいよ広島は。やっぱ、うん、食い物うまいで。ああそう、それがやっぱでかいです、うん、やっぱあの広島風のお好み焼きめっちゃうまいな。でもこの辺は結構土地も広い家多いし、そうですね、なんか畑とかやっとるし、はあ、住みやすいんじゃない？それはあるかもしれないですね。もう60、70でもうええってなって、うん、あ、隠居でこっちに来るのはありかもしれないですけど、今からこの辺探しとかなと。そうですねすぐ埋まってくれ。こんなに本当っすか？本当っすか？埋まる方なの？埋まるさ、土地ばっかになるんじゃなくて埋まる方の。埋まるさ。でもそんな有名なさ水源なんやったら出てくるんじゃん、看板とか国道に。有名な水源なんすか？いやそうやろ、カニ池。まあそうですね、ちょっとアピールはしてもいいかもしれないですけどね。カニ池こちらみたいな。カニ池こちら。ただあの口コミにあったんですけど、うん、水源好きって何？いや水源好きなやつおる？たまらんって書いてあったよ。水源好きに。そうね、いや分かりますけど、いろんなね好きがあっていいと思いますけど、水源好きって何？あるんや。川好きとかじゃなくて水源がいいの？聞いたことなくね、水源とか。ないっすね。地元とかでも。いやまあ確かにないですね。ってことは相当すごない？そうやって駅調べてさ、そうですね、近くにあるもんで出てくるって。あれなんか写真やとめっちゃちっちゃく見えてる。クソ感じゃん実は。本当ですか？そう、全然看板なかったなね。名水百選って、うん、ここにこんなんがあるって知らなかったですよ。知らんよね。なんだ名水百選。名水百選とは、1985年3月に環境庁が選定した全国各地の名水とされる100カ所の湧き水、河川、地下水である。名水百選における名水とは、保全状況が良好で地域住民等による保全活動があるということであり、そのまま飲めるおいしい水という意味ではない。なお環境省は2008年6月、新たに平成の名水百選を選定した。これと対比して昭和の名水百選とも呼ばれる。両者に重複はなく、合わせて200選となる。以上、名水百選の説明でした。ただ金払ったら取れるみたいなやつかもしれない。やとしたら金払ったんやったらもっとちゃんとして本当に水源あるんすかねこれ。いやでもなあ、ちょっと街中から遠ざかってる感じあるな。まあそうですね、雰囲気。ああこれも絶対こいつら水源帰り。水源帰りかわからんし、夫婦やと思う。水源帰りだ夫婦で、僕らのこと見て、あこいつら水源行くんやって思わんでしょ。あれちょっとあれ電柱書いてあるじゃん、カニ池。あ、本当ですね。ちょっと待って、ちょっとこれかわいそうやな。そうですね。
何が？そうなんだこれ。何がやられたん？もげてますか？これなんでやられたんかな、ね、なんかでもさ、この前の木すごない？ああ、あれなんなんあれ、なんかいろんな植物混ざってるなあ、すごない、うん、やっぱ水源やから。でもこれそういうことじゃない、水源があるからやっぱこの辺農業栄えてそうな。それはあるかもしれない。なあ、すごいとこ来たかもな。ねえ、あと僕も今やっと見えましたけど。見えた。多分そんな大きくない。いや、でもこういうのってさ、遠くから見てるとちっちゃく見えるやん。ああ、そういうことだから。安土桃山文化村とかめっちゃちっちゃく見える。ああ車で走っとって見える。確かに確かに確かに。あんな感覚ちゃう。え、めっちゃ綺麗じゃね、水。ほんとっすね。めっちゃ綺麗やん、普通に。めっちゃ透き通っとうやん。ほんとや。じゃないとこんなやつ生えてこやんもんな、多分。確かにそうっすね。いや、これは納得です。めっちゃ綺麗やな、普通に。あ、これ、これか。え、狭すぎやん。道。あ、これ道狭すぎやん、これ。これやな、でも。これっすね。もう大丈夫な。うわ。かぁ、倒れちゃってる。あ、でも。どう思っとったのと。あ、まあまあ、でも。ああ、おー、はいはいはい。うん、まあ、あ、でも魚いますね。魚おるな。魚います。なんかこの、うん、一応名水百選ですけど、この年季の入り方して からして、うん、だいぶ前じゃないですか。前やな。今名水百選なのかっていう話ですけど、まあまあ綺麗ですけど、ね、綺麗やけどな、普通に、うん、なるほど、そういう可能性も出てきた。水源ってなんなん、これ湧いてきたんだ。下からじゃないんですか。そう考えるとすごいな、はい、湧き水で、湧き水を引いてるってことですよね。どう湧いとんの、システムが分からんねんけど。確かに。なんか山のやつはなんとなく分かるやん。そうですね、上から。下から湧いてくる。下から湧いてくる。どう、カニ池見れて。いや、いや、まあ綺麗でしたね。綺麗でしたけど、まあそうなんや。あれ、そこを見てなおさら水源好きって何って思うんですけど、なんか どうです。水源好きにはたまらん場所やったんですよ、あそこが。どういうことなんでしょうね。また来たいとか。いや、全然大丈夫です。もう一回で。なんなら、だって5分で終わったじゃないですか。アホ。感じやんだか、あのエネルギーを。あれ、お前ちょっと、うといな、自然のエネルギー。いや、エネルギー感じてたんですか。感じとったよ。それやとしたら、なんか違うやつですよ。エネルギーじゃない、何かを感じ取ってるっすよ。無事カニ行きを見終えたおまきご一行は小物駅を目指します。やっぱり湧き水が出とるっていう、その土地に生まれたからには農業もしやなって、うん、いや、そういうわけじゃないでしょ。ただ土地余ってるからじゃないですか。だってこっちタイプの人もおるで、まあ、そうですよ、こっちタイプの。どっちか畑じゃなくて、そんなもんやっても腰痛なるだけやろ。ソーラーソーラー。時代はソーラーやな。せっかくいい水が流れてんのに、うん、どう、この辺はどうなんだろう。でもこの辺は、なんかあの流れ方めっちゃ綺麗じゃん、ね、エネルギー感じるわ、感じる。これでもさっきの桜駅は多分四日市なんかな。あ、そうですね。
本物ってなんか有名なんかな。本物はあれなんだ、あんまりあんま聞かない、ね、聞かんよな、はい、俺多分初めてやわ本物来たん。マジっすか。うん、人生初かも。あ、でもあれっすね、一応あの、うん、アクアビソンありますね。ああ、行ったん、あっち一回だけ行きましたね。そう、あそこは、うん、ちゃんと確か温泉やったんですよ。ああ、まあ、その惚れたんや。はい、惚れたのかな、うん、徒歩何分やと思う。徒歩30分。徒歩54分です。意外と近ない。待て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 、感覚がバグってなんすか徒歩54。え、これ食べ歩きあるん。いや、確かなかったと。あの温泉施設と、うん、なんかあの辻口の スイーツの店と、 あと確かね、蕎麦屋さんもあった。あの伊藤さんの、ああ、アニリさんみたいな、みたいな、アニリさんだったかな、の蕎麦屋さんもあるみたいです。マジか、食べ歩きあったら最高やのにな。ですね、うん、でもここまで来たしな。今2駅制覇や、もうすぐで。電車やと26分。電車で26分ですか。あ、でもこっから10分で小物駅着いて、はい、湯の山温泉から徒歩10分。あ、もう行っとく。なんか取れ高ないし。なんてこと言うの。小物でね、なんかあると思えんやろ、うん、まあ、それはそうっす。まだついてないけど。まだついてないけどね。これどっちや。あれ、豆腐屋さんあるで。ほんとっすね。ちょっとこっち行ってきます。あ、飯屋と。あー、なんかいろいろありますね。豆腐ドーナツあるんじゃん。行ってみます。ちょっと行く。行ってみます。可愛らしい店やで。ですね、うん、おるやん、テイクアウト。ほんとや、じゃんけんいっとく。あ、これはいいですよ、うん、じゃんけんいっといても。うわ、めっちゃうまそうや。揚げ豆乳団子や、俺。あ、みたらしがある。俺これちょっと両方食いたら。え、揚げ豆乳団子と、うん、お前どうする、お豆腐ドーナツ一本食。なめられてますね、なんか。ねえ、ドーナツも食べたいけど。え、俺さ、最近団子巡りしちゃってさ、はい、一人で。なんか、たまに。あ、インスタ上がってるやん。上がってます。じゃ団子。俺、ちょっと、これ両方食いたいで。ごまと、豆乳と。インスタ用に。もう二度とこれやんやろ、ここまあまあ、確かにね。じゃあ僕も、団子にしよう。団子でいい、団子にします。え、あ、油揚げじゃなくて。え、この稲荷餅とか結構うまそうなんですよね。これにしよう、稲荷餅にします。これする、はい。じゃあ、行っとこうか。行きますか。行こう。はい。じゃんけんぽん。まあまあまあ。全然、うなぎ行くよか。いや、うなぎやったらやばいな。うなぎやったら。券売機システムなんや。テイクアウトは。なんか、めちゃバツする。え？嘘や。次回、はい、小物。